これが母屋じゃないんですね。じゃあここで信者がなんか多分お財布に出たのかな、うん、印刷工場。初めて見たスコッチ。廃墟化して。廃墟化して、確かカレンダーが2007年だか2010年だか、今のところに入ると飾ってはあるんですよ。昔のではないですね。自分の2つ3つ上ぐらいの今まだ5本目だったんですけど、息子さん、じゃあ向こう行きましょうか。はい、床抜けすごいんだ。
めくってってくれます。はい、知ってますこれ。わかんないっすね。なんか鈴木雅之に指名出すけど全く知らないけど、タモリがありますね。これも誰だ。あ、郷ひろみか。出してたラジカルビートルズのパロディア。なんか眼帯昔されてたんですよね、タモリって。あ、そうですね、出てきた頃は。山口百恵ちゃん、すごい。家の方にもちょっとあるんですよね。辛いとこだったんですけど。キューピーの家にもあったやつ。ああ、人は違うか。ああ、曲が違うのか。知ってますこれ。いや、全然わかんない。セラマサマイ。キタロは知ってるでしょ。キタロは、はい。シンセサイザー。ピンクリンク。このデラ。太陽に吠えるに出てたし。へえ。ちゃんと状態が良ければ岩崎宏美の CD があるんだけど、はい、レコードから CD に変わったことでめちゃくちゃレアなやつがある。ヤフオクとかに出るととんでもない値段するやつがあったり。太陽の方サンプラスね。初めて来た時から変わらないですか、これ。ちょっと崩壊が進んでるぐらいですね。あとやっぱこの布みたいのが下が垂れ下がってきちゃってるのが変わったぐらいですか。本当
これもか、単なる印刷工場ですからね。ああ。お家の方の奥にすごいでかいスペースなんです。これ行ったことあるんですよ。あります、あります。ただ結構、バカなんで気をつけてください。インスタグラムで写真上げないのに、なんとか。色紙があるけど、真っ白。なんかこれ水粉なのかな、これ。水供養とかあとは、あ、取れるようになってるんですね。本尊みたいのはないんですよね、最初から。だあんま安っぽいよね、なんか作りが、はい、そんなしっかりはしてない。なんかこう近所からなんか晩年はもうお金借りたりとか、なんか評判良くなかったみたいですね。あ、この小さいお地蔵さんみたいの数も同じだった。あ、そうですよ、前来た時変わってないですね。この辺の布がちょっと下がっちゃったぐらいで。黒電話、用途は分かんないけど、ロウソクかな、これは。両線張りなんか紙かな、うん、壁に貼る。あ、一応ああいうドアとかも金箔みたいになってるんだね。そうですね。信者さん何人いたとか、全然わかんない。全然。ここの現状を見ただけって感じですか。はい。あ、なんか、あれ、いきなりなんか宗教施設になっちゃったな、みたいな。で、前来た時はここから表回って、家の方行こうとしたんですけど、それで左振ってみたら、ちょっとお隣の部屋ですね、家があって、もう、その時点でもう震え上がっちゃって。結構目があった時点で結構怖かったです。あ、あれが教祖様。あ、そうそう、男性が、そうあれが多分なんかこの家の旦那さんなのかなっていう。カレンダーも変わってない。2005年。はい、変わってないですね。で、今にもっとでかくて見やすいのがあるっす。あ、そんなおじいさんじゃないね、でも。もっと、お年寄りの人がやってるのかと。これは印刷関係の。
紙おむつがある。外用薬に、これは女性用の化粧。なんか小さい紙、ご神体かな。そう。神社の入り口で売ってそうなやつですね。でちょっとここからは行けないんで、お家の方にはこう一旦戻って外から回った方が、ケージかなんか、あのお散歩ロープっていうか、ああ、はい、リード、リードがそこにあるんですけど、これですかね。でこれがあの骨とかなかった前は、なんもなかったですね。ロープがあっただけで、でも一番新しいカレンダーで2005年でしょ。そうさ、あれが平成、あ、何年、2006年ですね。